雪村様たちが歴史力を引きつけてくれてるんで、早いとこ龍禅さんを見つけちまいましょう。龍禅様は絶対助け出すんで。観察の悲しそうな顔はもう見たくないし。そんじゃ行きますか。敵に見つからないように。抜き足、刺し足、忍び足。敵の気配がまるで読めない。こりゃどうも似合うぜ。敵の動き、影が探る。半蔵の旦那、お願いしやす。あっしはこのお嬢さんと城内を回るんで。ちょっと聞きたいんだけど、龍禅様の居場所知ってたりしない？やつ、侵入者か。逃げ。なんで普通に話しかけるかな。うせろ。叶う相手じゃねえか。超いい感じ。この調子でガンガン行っちゃうってことで。行かない行かない。あの、本日行動って分かります？味方本体は大丈夫かな。龍禅様、また無茶なことしてなきゃいいけど。私も観察が心配だし、さっさと龍禅様見つけてみんなのとこ行かないと。簡単に言ってくれるにゃ。さっきから足引っ張ってるのそっちなんすけど。あ、いいところに。龍禅様の居場所教えてくれたりしない？敵地に踏み入り堂々たるたる。どちらの油断も左遷策。うん、じゃあそういう策ってことで一つ。まさかこれほどと。引くしかあるまい。なんか落としてったみたいだけど、これって何？やっぱりすごいっすね。師匠って呼んでいいですか？無駄な抵抗はやめておけ。仕方がない。さらば。助けに来てくださったか。信じて待った甲斐がありましたぞ。なんか別の人助けちった。この先には聖斎様がいらっしゃいます。急ぎお救いください。聖斎も龍禅様を守るために従ってるはず。事情を話したら味方になってくれたりして。あ、いたいた。ねえ、龍禅様助けるために手を貸してくんない？龍禅様、あなたたちは分かっている。彼らがどれほど強く恐ろしいか。ご主君の命がかかってるし、簡単には乗れないか。任せよ。こうなったらこっちも強いって分からせるしか。龍禅様を連れ戻せば趙雲殿も味方してくれるし、それに腕輪ももう一個見つけられそうなんで。そうすればこっちの腕輪は5つ、勝機もこっちにある。ってことでどうでしょう。あなたたちの力、そして状況が分かる。一生龍禅様を救って。龍禅様の居場所は分かっている。でも結界があって近づけない。結界か。あ、そういや、こんなの拾ったんすけど。それは結界を解くために必要な鍵。で、一つでは用がなさない。他も集めないと。聖斎様、やはり連合軍の方に。こうなっては戦うしかないようですね。私はこの人たちを信じる。そして必ず龍禅様をお救いする。この
天地を俺が本当に飲み込んでやる。お見事です。私も頑張らない。ねえ、観察観察って言ってるけど、どこがそんなものがないの？そりゃ超かっこよくて超強くて超優しくて、むしろいいとこしかない。それなら雪村様だって強いし優しいし、まあ足はただの忍びなんて関係ないっすけど。あなた方の過去もよくわかりました。求めているものは義継様がお持ちのはずです。なぜそれ、今は信じるしかない。城が騒がしいみたい。留守にしている間に侵入者かしら。現れたようだな。侵入者を撃退する。残念、そういうのここで怪物とか超困るんですけど。とりあえず指揮してるやつを倒せばいいんだっけ。今こそ攻め立ててやろう。いい感じ。私があんた見てると本当気分上がる。無駄な抵抗はやめておけ。終わりだ。そこな敵将、わしが相手とならまだ死ねぬゆえごめん。揃わんば意味をなさる。何その言い方、絶対全部集めてみせるし。子供だもしね、つまらないわ。ねえ、誰か夢も見ないほど私を疲れさせて、そうしてくれたら言うことを教えてみよう。ほら、人の後ろに勝手に入るなんて悪い子だね。お仕置きだよ。やっぱあのなんとか忍法の人か。そうじゃないかって気はしてたけど。メメ忍法で気配を消してたけど、そろそろいいかな。頂上、頼もしき腕だ。さてと、忍びの技の見せ所だよ。ねね忍法、分身の術。真田の忍びとしてここは負けられない。ドロン、いただきます。
だ侵入者か。捕らえて、おねね様に報告せねば。ほら、キヨマさん、どんどんかいい格好してんじゃねえぞ。なんか、うるさそうなのがこっちに向かってきてるんですけど。体の動きも鈍そう。約束通り教えてあげる。あなたたちが求めるものは長江殿が持ってくるわけ。ありがたいけど、なんか大変そうなお姉さんだね。体の抵抗はやめておいて。なんか落としたけど。で、これ探してたやつじゃん。私が撃ち取った。清田さん、正則、城に入り込んだ子を捕まえて。頑張った子はいい子いい子してあげるからね。さあ、絶対俺が捕まえる。待て、マサノリ、俺が行く。やっぱりすごいっすね。師匠って呼んでいいですかい。元気が良すぎて困っちゃうよ。一休みしないとね。どうぞごゆっくり。あっしらその隙に進ませてもらいますんで。入り込んでくる。俺が勝ってやる。もう